はい、皆さんこんにちは、こんばんは、声です。今回は猫を描いていきたいと思います。まあね、このチャンネルでも何回か描いてる猫ですが、まあ今回もね、うまくいきそういいなっていう感じでやっております。で、例のごとく下書きはあまりせずに厚塗りから描いております。ただね、やっぱりちょっと難しかったなーってのが、ちょっとまあ下書きをしてなかったのでっていうと言い訳になるけど最初あんまり可愛くなんなくてね、結構難しかったですね。まあアメショはね、ちょっとなんだろうな、こう固有色がいろいろこう点在してるから、まあ確かに模様を描けばそれっぽくなるってのもあるんだけど、まあちょっと俺のこだわり的なこの立体感とか、こう本当に触れる感じを描くの結構難しかったなっていうのは印象でした。うん、っていうところでね、まあとりあえずうまくいかなかったら目にハイライト入れとけってことで入れとくと、まあちょっと可愛くなるよねっていうねあると思うんだけど、まあね、描きつつ、まあこういう風に模様入れながら描いております。で、影色はね、後々こう背景の色結構今回こだわったので、その背景に合うようにちょっと影色も工夫してみています。あとはね、もう細かい描き込みになってくるのかなっていう感じですね。こういう系は、こういう系って言ったらあれだけど、模様とかね、いっぱいあるやつは、割とこうディティールをどんどん描いていっても、そんなに全体感を崩すことってのがあまりないので、もう結構部分描きしながら描いていってる感じかなって思います。はい、っていう風にね、今こうやって影色遊んでみたんですけど、ちょっとブルーが強すぎて、後でまた沈め直しますね。はい。って感じですね。で、首の下もしっかり描いていって、あとは顔がこう、独立して見えるように、しっかり体に影を落として、こう、触れるような感じに持っていってます。うん。あとはもうなんかどんどん帰っていってるっていう感じかな。まあ、もうちょっと可愛くなるだろうと、まあ僕も頑張りまして、ちょっとね、もがいてる段階ですね。どうやったら可愛くなるかなってのをね、すごい意識してます。あとはこう、まあ、眉間のところのへこみ感とかもちょっと意識しながら描いてみました。うん、個人的にこれうまくいったなーって思ったのが、鼻をね、結構丸くしたんですよ。その形描くときに。そうすると、割とすごい可愛くなるなっていうような印象でしたね。ちょっとね、まだ描いてないんだけれども、後で描くと思うので、そこはちょっと見てみてください。うん。あとはこう、回り込みとかね、ハイライトとかね。そういうところをもう一回書き直したりしながら、どんどん詰めていってる段階になっております。特に回り込みは、背景の色を馴染ませるために水色で書いてみました。今ね、鼻に光入って丸くなったのが、割となんか効果的に決まったなっていう感じがありますよね。ということで、そろそろ終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。